ルイ・シャルル・ド・ブルボンは、ブルボン家統治期のフランス王家の一員。ウーハク・オマール公。ルイ14世の処刑の孫にあたる。ルイ14世とモンテスパン公爵夫人の間の、長男である、メーヌ公爵、ルイ・オーギュストと、その妻コンデ公、アンリ3世の娘であるルイーズ・ベネディクトの間の、息子として生まれた。 1736年の父の死後、オマール公爵の称号を受け継ぎ、父の有していた公平長官の職も引き継いだ。1755年に兄のドンブコルヨーギュストが決闘により落命すると、メーヌ公爵家の家督を継ぎ、兄が勤めていたラングドック地方の総督職も引き継いだ。兄と同様に、ベルサイユ宮殿には滅多に姿を見せず、 姉上に引きこもって暮らした。1762年3月、上院のフランス王ルイ15世との間で領地の交換に応じ、豊かなドンブ香料を手放して、地蔵公釈料、グレザルマンビリエール、ポンカレなどを入手した。また1773年、ルイ15世の求めに応じて、オマール公釈料、ウーハク釈料、姉の所領を十二万リーブルで王家に売却した。 生涯独身であり、子供のなかった、ウーハクは、重低のパンティエーブル公爵ルージャン・マリーを相続人に指名した。ありがとうございます。